臼山古墳のところに祖豪の人たちがいることに気がつきました。地元の祖豪ですね。祖豪、扇子だね。これ中国の方の祖豪。そう、丸亀がそうだもんね。扇子とか、うちわ、みんな祖豪。ちょっとこれわかんないな。こちら祖豪。福屋、京極の家紋。こう海軍井口さん、あのこちら松原さん、広瀬さん、陸軍、谷本さんっていう、宮武さん、すごい蜂が来た、谷本さん、藤沢さん、あら、変わった、あれ滝さんか、大谷、宮武家。あ、そうだ、宮武さんがいたな、同級生に。丸亀だけどね。え、どこ、あ、本当だね。あれ、あそこどうやって行くんだろう。え、裏からしか見えないね。宮武さん、変わったお墓。さあ、皆さん、これ何？藤本中川さんか。井口さん。まあこういうところですね。でも正面が戸川さんでした。小笠原。茶臼山古墳でした、はい、戸川さんもでした、はい、赤松さん、赤松家